から全国38局に向けてお送り中スクールブロック、来週月曜日ジ・オーラル・シガレッツ先生の11月16日にリリースになる新曲5150を初オンエア。校長の遠山です。スクールオブロックとロッテトッポが受験生に送る勇気の歌詞 TOPPA 突破、その突破の裏目に登場する突破先輩を現在募集中。京都の芦澤改め応援部顧問の芦澤です。突破先輩これ募集ということでね、顧問ね、はい、10月の、10何日でしたっけ。13日ですよ締め切りはね。何曜日で、こちらはですね水、あ、ごめんなさい、木曜日です。木曜日、はい、10月13日木曜日ですね、うん、10月の1、3ですね、11、はい、あ、何だから、だから何よこの人何だろう、ちょいちょい出てくるけど、締め切りやっぱ覚えとかないといけないから。いや、でさっき覚えたでしょ。でもなかなか数字だから覚えられないから。13、何だこれ。突破先輩は13。さっきと曲がちょっと違うよ。なんで僧侶フルなの、ちょっと何これ。白衣を背負って、はい、よ、いや、さっきと違う人出てきてんだよ。いえ、あ、なんとかまとめろ。あ、おい、急に投げてきた。おい、顧問の違う、顧問の仕事だ、ここは。あんたが勝手に暴走したんだよ。俺は止まらない。やめてやめて。だから一回楽曲の方ちょっと一回帰ってもらって、ま、いや、出た、笛、笛になっちゃった。今度さあどうする、顧問。やばい。え、ここ顧問の手腕が問われるところ。いや、問われないよ別に。ここが勝手に笛かかってきてんだもん。いかなる困難も突破するのが顧問の仕事じゃないんですか。よし、曲やべえやめねえんだよ、そんで。曲やめねえんだ、これ。やめてくれたよ、そんで。愉快じゃ。愉快じゃじゃないよ。愉快じゃ。トド、しっかりしてください、ほんとに。あとちょっと一つ言っていいですか？突破、はい、ごめんなさい、突破先輩。こちらね、応募する際に写真を送ってきてほしいと。寄りの写真と引きの写真撮ってほしいって言ったんですけれども、はい、これね、写真加工あんまりしないでください、皆さん。写真の加工 NG。 そうです、スノーとかで今ね、目大きくできたりとかいろいろできちゃうんで、はい、それはね、なしで、もう素直なそのままの君をぜひ見たいので、うん、その写真を送ってきてほしいと思っております。加工も禁止、プリクラももちろん禁止。はい、ダメですよ、はい。埼玉県17歳男の子、ラジオネーム、チビだけどセンターバック。チビだけどセンターバック。いいよ。リバウンド取れ頑張って。はい、突破する。おい、今の聞いて、やる気が出た、うん、模試の判定 D が続いてやる気が出なかったけど死ぬ気で頑張る、うん、絶対受験突破すると、うん、来ておりますけども、10時台にね、15歳男の子、ラジオネーム、魚民半蔵はね、もうその4ヶ月前までずっと D 判定だったと。去年の中学校3年生の時のこの時期の話ですね、はい、ですなかなか辛い時期が続いてたんですけども、それがね1月下旬ですか、なんとね A 判定、はい、最終的にはすごい判定を出して、見事受験を突破することができたという話を聞いたら受けて、この勇気が出てきたというコメントくれました、うん、だからやっぱりね、やっぱ直前までね辛い結果を来る時もあるかもしれないけど、諦めない気持ちが本当何か生み出すことができるということなので、はい、みんなぜひね、諦めないで頑張ってほしいと思います、はい。そして、はい、今夜のスクールオブロックは、はい、集まれ突破先輩ということで、困難を突破して君の話を聞くだけで受験生はですね、きっと勇気がもらえるはずです。そうでございましょうよ。今夜はですね、受験生の勇気となるように突破した生徒の話を一緒に聞いていこうと思います。もしもし、もしもし、校長の遠山です。応援部顧問の芦澤です。鹿児島県18歳、ラジオネームなおちょわんです。なおちょわん、なおちょわん、こんばんは。こんばんは。今18歳、はい、高3回です。そうか。なおちょわんもこれ突破した、はい、うん、突破して今に至るわけだね、これね。なるほど、はい、じゃあ突破先輩だね。はい、うん、先輩、はい、あ、かわいい、かわいい、いいぞおっしゃなんだおっしゃって、俺に向いてくれたってことですよ。ポイント制じゃないんだよ。違いますか。行こう行こう。じゃあ早速、なおちょわんは一体何を突破したのか教えてくれ。人生初のソロコンクールで金賞を取りました。ちょっと待ってください、顧問、これはなんだなんだ、人生、まあ初めてのソロコンクール、おお、はい、さらに金賞ってことは、じゃあ一番いい賞ってことでしょこれ。はい、いや素晴らしい。え、ごめん、ソロコンクールって何のコンクールなの、それは。吹奏楽の楽器の、うん、人が、ピアノの伴奏で、うん、一人で吹くコンクールで、うん、それで金取りました。はあ、じゃあその吹奏楽全体でやるものじゃなくて、一つの楽器でそれぞれが、はい、そのコンクールに出るというもので金賞取ったと。はい。楽器は何を担当してるの。バストロンボーンです。バストロンボーンと、じゃあ相当低いパートを。
担当する楽器、はい、うん、はい、これさ、吹奏楽部でみんなでもちろんやるのが、はい、まあ主なわけでしょ。はい。ソロにこう出場するっていうのはどういう経緯で、うん、外部の先生からちょっと出てみませんかって声をかけてもらって、先生としてはじゃあ直ちゃんは何かやっぱり光るものがあるから、うん、っていうことなのかね、最初はね。いや、まあ、声をかけてもらったから、まあ出ようかな、みたいな感じでした。うん、人生初でしょ、だってこれ。はい。勝手もよくわからないだろうしさ、うん。はい。だっていつもはみんなでやってるものが、急に楽器一つにスポットが当たるわけでしょ。はい。結構なプレッシャーよね。緊張しました。ねえ。これ、いつの話、そのソロコンクールで金賞取ったっていうのは。今年の1月の11日です。1月11日に取って、うん、そのソロで出てみないかって先生に言われたのはいつぐらい？去年の10月とかです。ってことはこれ3ヶ月ぐらいじゃん。はい。3ヶ月でまずそもそもいけるものなの？うん、まあ、うん、ラスト本番前の2週間とかもすごい詰め詰めな感じで練習して、うん、ギリギリ調子で合わせたみたいな感じでした。そのさ、具体的にさ、ソロの練習、全体の練習とソロの練習はどういうところが違うの？うん、なんか周りで合わせて、うん、同じ楽器の人とハーモニー合わせたりするんじゃなくて、うん、もう自分が全部メロディーだから、うん、そうだね。まあ、普段メロディー吹かない楽器な感じがしてるので、うんうん、その分なんかいつもよりはハキハキしっかり吹かないといけないかなって感じです。うん、そっか、その自分の主張をむしろもっと前面に出さないと、はい、その楽器としての美しさだったりそういうものが出てこないってことになるんだ。はい。そうか。これ本番までさ、やっぱめっちゃ不安な瞬間とかあったでしょ？ありました。どういう時になんか不安な気持ちになった？うん、もうせっかくレッスンをつけてもらってるのに、うん、言われてることが全然できなくて、あ、うん、もうなんかそれも自分で分かってるのにやっぱできなくて、うん、もうこれ以上うまく吹けないのかなって思ったりしました。正直だからもう投げ出したいの手前ぐらいまでは言ってたってこと？あ、はい、うん、ただそこでさ、はい、逃げずにさ、ずっと戦い続けたのはさ、直ちゃんの中でどういったものがこうあったからなんだろうね。うん、部活で、うん、音楽部で部長をしてて、うん、なんかみんなの前に立つ人だから、うん、なんか諦めるのもかっこ悪いし、うんうん、やっぱ自分が頑張って、うん、結果を持ってきて、うん、でこれからの本番みんなについてきてもらえるようにちゃんと自分が頑張んないかなと思って頑張りました、うん、かっこいい。そうか、みんなのことも思ったらここで自分がね情けない姿見せらんないと。はい。でそこで覚悟を決めたわけだ。はい。これ実際当日はどうだったの、そのコンクール、うん、朝の家での練習は全然うまくいってなかったんですけど、うん、うん、控室の練習でちょっと調子いいかなって思って、うん、で本番はまあ結構いつもより音も出てて、うん、すっごい低い音があったのもそれも一応ちゃんと音が出て、うん、まあ良かったです。ちゃんとできた。それは何、そのなんだろう、その直前のところで何かあったのかな、起きたのかな。まあいろいろ今まで自分がやってきたこととか、うん、まあちょっと考えたりして、うん、もうやるしかないなと思って。そうか、うん、なんか一個入ったんだな、その瞬間なと思います。結局だから土壇場とか本番の、うん、そのもう超プレッシャー状態の中で、うんうん、やっぱ味方になるものっていうのは、うん、なおちょわんでいうところのその10月からその本番前日までのやっぱ練習の期間なわけであって、はい、うんうん、そこでやめようと思ったけどもちゃんと私は立ち向かってここにいますよっていうのが、うん、当日そのほんと何分とかでしょ、その発表する時間って、はい、そこでのもう全てですよ、うん、そうだな、ってことになるわけですよこれは。うん、
いやもうそのやっぱりみんなそこの受け止められなくてバッて捨ててしまうことがある中、やっぱ直腸庵はそこに立ち向かって全部受け止めて、いやあるしかないっしょってなれた、これ強いっすよ。いやめちゃめちゃかっこいいことだと思う。ありがとうございます。で、うん、結果金賞。はい、すごいね、うん、おめでとう、本当に素晴らしい。ありがとうございます。じゃあちょっとさ、最後ちょっと、まあ、突破先輩として今受験生、はい、今頑張ってる仲間がたくさんいるんだけれど、そいつにちょっとエールを送ってほしいんだけれども、はい、何か一言もらっていい？はい、よろしく頼む。今投げ出したいとかもうやめたいって思うかもしれないけど、うん、絶対やり終わった後でやってよかったって思うし、今しかもうできないことなので諦めないで頑張ってください。ありがとう。確かにその乗り越えた時の喜びに変えるものは何もないからね。はい、素敵な言葉本当にありがとう。ウィス突破先輩の応募待ってるよ。はい、ありがとう。ありがとうございました。福井県16歳男の子、ラジオネームタニモン。タニモン、すげえ、バストロンボーンでソロコン金賞すごいですね、うん、自分はチューバですが、そういう人の話を聞くと自分も燃えてきます。頑張って上手くなろう。いやー、やっぱトッパ先輩の言葉、そしてまあ話はね、全部やっぱ力強いし、やり遂げたからこその言葉の強さみたいなのがあって、はい、聞いてるだけでこっちもね勇気がもらえるし、やっぱね今の受験生とかにも力になると思うので、うん、いやこれどんどんみんなトッパ先輩応募待ってるんでよろしく頼む。実際顧問もうね、うん、応募してくれてるやついるんすよ。早い、いいぞ。これ一番乗りっすね、多分ね。来たね。もしもし。もしもし。校長の富山です。応援部顧問の芦澤です。広島県17歳ビッグモーターです。ビッグモーター、ビッグモーター、まずは、はい、ありがとうね。うん、ありがとう、応募してくれて。一番乗りよ、はい、17歳ってことでも高校何年生？高2です。来た、中2高2はフリーダーム。フリーダーム、ナイスフリーダーム。ビッグモーターも、じゃあ早速聞かせてもらってもいいかい？はい、お前は一体何を突破したんだい？部活中に怪我をしたけれど、うん、頑張ってリハビリして最後の大会で優勝できました。すごいね。うわ、大逆転じゃん。ほんと崖っぷちも崖っぷちから登り詰めた。あら、部活は何をやってんの？ソフトテニスです。ソフトテニス部を、これは、高校中学の時、中2の時です。中2の時にやっていて、はい、怪我っていうのはどういう怪我をしてしまった？アキレス腱断裂です。これはですよ、ほんま、これスポーツにとってかなり重きついやつだよな。はい、そうですね。中2のいつにやっちゃったんですか？中2の12月ですね。これ正直全治とかどんなもんなん？いやー、それはもう難しかったですね。だってさ、うん、もう年明けたらさ、中3になるわけでさ、うん、最後の大会ももう迫ってきてるわけじゃん。はい、これどうしたの？そのアキレス腱やってしまってからは。いや、まあその、それを練習中に怪我してしまって、ああ、うん、それを、まあ、怪我をしてから、うん、次に1月に、まあ、手術をして、ああ、まあ、それから、まあ、すぐは復帰できないから、ああ、半年間リハビリをして、ああ、で、まあ、その半年後6月に、ああ、まあ、ようやく復帰、部活に復帰できたっていうのがあります。リハビリ中はめちゃめちゃしんどかったでしょ？はい、まあ、部長、その時部長だったんで。ああ、部長か。なんか部活を任された身なのにっていう、ああ、その悲しみがありました。うわ、そこはどうやって乗り越えたん、ビッグモーターは？ああ、まあ、その時、まあ、自分も頑張ってたんですけど、ああ、その部活の同級生の友達が、うんうん、まあ、今部活は僕たち頑張ってるからっていうふうに、まあ、お見舞いに来てくれたりしてくれて、うん、まあ、それも励みになりました。それはでもちゃんとビッグモーターが、うん、その同級生だったり後輩たちに、ちゃんと今までその怪我する前までしっかりと示していたからこそ、やっぱ来てくれてるわけで、うんうん、そうよ、はい、でそこのリハビリをまあ抜けて、なんとか切り抜けて、はい、うん、大会がいつあったわけ、その中3の？8月ですね。その頃にはまあ戻ってはいたのか？ああ、はい、実力はまあそこそこ戻ってきてます。ああ、そうか、すごいすごい、はい、その大会はどういう気持ちで挑んだ？うん、まあ、その自分がいなかった分みんな頑張ってたんだろうし、うん、まあ、そのあまり変に考えずに普段通りっていう気持ちで臨みましたね、うんうん、そうか。実際それでどうだったの、大会の試合は？うん、まあ、接戦だったり混戦して、うん、
危ういところもあったんですけど、なんとか優勝できました。すごいね。本当にすごいわ。はい、だってもういくらでも もう心折れまくると思うのよ、普通だったらこれ。はい、はい、でもやっぱその部長としてもしっかりしなきゃって気持ちと、やっぱ仲間よね。はい、仲間の力もまああって、いやめっちゃ嬉しかったでしょその結果は。はい、みんなには何か声かけてくれたの、チームメイトは。いや、やったねとか、うん、やっぱりお前がおった方が良かったとか言ってくれて、うん、それが一番嬉しかったですね。これは素晴らしい突破先輩じゃないですか、コモ。何よりも頼もしい突破先輩だわ。しかもちゃんと写真も送ってくれてますよ、コモ。これちょっと見させてもらったけども、頼もしいですよ、これは。いいね。いや、もう下から煽った写真めっちゃかっこいい。この、ドーンっていう効果音が本当に最適だと俺は思っておりますよ。漫画とかだったらもう全紙を使ってね、ドーンってなってる、これ。自信に満ち溢れてる顔だし、うん、ちゃんと様々な困難、はい、亀裂剣断裂という、本当のとんでもない困難を切り抜けたものにしかできない表情でしょ、はい、これは。いや、かっこいいぞ。ありがとうございます。よし、じゃあもうちょっと最後になっちゃうんだけれども、はい、ちょっと頼もしいこの突破先輩にね、この今受験頑張ってるみんなにメッセージをもらいたいんだけれども。突破先輩からよろしくお願いしますよ。はい、いいかい、頼む、はい、どん底からでも努力して何かを求め続ければ必ず報われると分かりました。なので受験生の皆さんも頑張ってください。ありがとう、ありがとう。はい、応募してくれてどうもね。ありがとう。あ、はい、ありがとうございました。バイバイ。さあ、というわけで力がこもってまいりましたが、はい、最後はちょっと校長先生の黒板で終わりたいと思っております。私目が入ってよろしいでしょうか。はい、頼む。みんなの気持ちを受けて校長先生からの言葉届けてほしいと思っております。はい、読ませていただきます。集中。受験生のみんな、この勉強にやっぱり必要なのはね、まあ、集中することでございましょう。集中、そしてこの突破することに対して必要なのもやはり集中するということであると思っております。突破先輩の力をこのみんな結集して集中させたらですよ、このスクローブロックにとんでもない勇気にこうつながる、これはもうね確定していることでございましょうよ。突破が素晴らしい、みんなの力が集中した結集したものが出来上がります。全国の40万人以上の生徒の力をここに集中させようではありませんか。お前の突破したその体験が受験生の力になる。東京ヘムから JFN 全国38局に向けて授業してきたスクローブロック、下校の時間でございます。みんなね、初めはねもちろん臆病だったわけですよ。はい、今日ねみんな話してくれた突破先輩たちはその臆病だった自分を乗り越えて何かを成し遂げたから、はい、あんなにかっこよく見えてるわけですよ。みんなね今しんどいかもしれないけど、こうやってね今の気持ちみんなで集中させて乗り越えようでありませんか。そしてかっこいい突破先輩になろう。さあ改めて突破先輩の締め切りは10月13日木曜日24時まで、うん、10月13日11歳。出たまた、意外と早いよ。何かを突破したお前の力、受験生の力にね、勇気にね、顧問ね、うん、確実になりますよ。間違いないですよ。スクールブロックは明日夜10時に再び開講。起立、立って、みんな受験頑張れ。まあ、噛んだ、最後、まあ、噛んでも負けないよ。いいですよ別に。頑張れみんな。レ、また明日、いけ。